あそれではね、うちの 4-3D のポンチョとレインブーツ履いてみました。はい、じゃあまずポンチョの説明ですね。まずどこ行こうか。ここですね、前立てのところ、うん、これを、まあ、二重構造にしてることによって、まあ、ここの雨の侵入を防ぐよっていうので二枚構造にしてます。なので雨風入ってきませんよっていう構造にしてます。はい、次はここのところですね。ここのところに指通すところあるんで両手であるんですけど、袖の内側ですね。ループがループあって指通せるんで、お自転車乗る人とか、うん、風でバタバタバタって仰がれたりとかでしないようにっていうので、うんうん、ループついてるので、まあ、自転車乗り今回のフェスとはまたちょっと違うかもしれないですけど、うん、自転車乗る方とかにはすごいおすすめです。はい、で次はまあ各地ボタン何個だ、 1,2,3,4,4 つぐらい配置されてて、うん、で全部バサッと開けて切ることもできるんですけど、まあ、一番手前のところとか閉めていただければ袖作れるんで、うん、まあ、袖作ってもらって、でそれの内側ですね、ポンチョの分かるかポンチョの見えるかな内側にアームループついてるんですよね。うん、アームループついてて、うん、先ほどの指通すところのループのところをこうやって通してもらって、うん、でそれで折り返してもらってここを止めてもらえれば、はい、袖が出てきました。いいね、なんか腕が出てくるようになったんで、うん、ポンチョ着ながらでもこれできます。邪魔じゃないです。邪魔じゃない邪魔じゃないです。これ結構便利だと思います。なんか手提げの荷物持った時とかね。そうですね、もういいですし、本当の底気が良くて、はいはいはい。で、まあちょっと暑くなってきたとか、うん、ちょっと気温上がってきたけど、まあ、雨まだ降ってるなっていう時とか、うん、っていうのもいいですね。ここら辺まくっていただければすごい楽になると思うんで。で次は帽子ですね、うん、フードのところですね、うん、フードのところちょっと、フードのところは、ワンタッチでビューって締めれるようになってて、ビューって締めていただければここ全部覆われるんで、こうやって動いても雨とか風の侵入がないですよっていうので、首振ってもフードがついてくるんだね。そうですね、一緒について連動してくるっていうところで、うん、ここら辺もあの雨降ってきた時とかの雨対策とかにもなりますね、うんうん、でこれなんですけど、まあ、今ちょっと僕帽子かぶってるんですけど、うん、まあ、多少フードが短い、つばですね、うん、が短いっていうお声もあるので、うんうん、まあ、あの自転車乗ってる時でしたっけ、うん、そうだね、がこう雨ブワーって当たるっていう方もいるんで、まあ、もしそういうのが気になる方は帽子かぶっていただければ、先ほどのように帽子かぶっていただければもうツバもできるんで、もう雨風の侵入全くないよっていうので完全に、うん、あの覆うことできるんで、帽子もおすすめです。はい、はい、次はブーツですかね。ブーツだね。で先ほどもちょっと軽くご紹介させていただいたんですけど、はい、まあ、とにかくこのブーツ柔らかいんですよね、うん、柔らかいんで、まあ、どうしても男性とかもこういう長さ履き慣れてないとか、うん、まあ、それこそ先ほどのポンチョじゃないですけど、動いてる時にだん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 熱くなってきたとかっていう方もいらっしゃると思うんで、これすっごい柔らかいんで、はい、こうやって内側で折っていっていただければこういう感じで丈短くできるんですよね。
ショートにもなるんだ。ショートに、そうですそうです、ロングだけじゃなくてショートにもなるっていうので、こういう感じでショートにしていただければ、まあ、動きも楽ですし、うん、ここら辺の厚さもすごい抜けていくんで、うん、雨上がりとかもすごいいいですよね、うんうん、こういう感じになるんで、これが柔らかいブーツのいいところだと思います。そうだね、はい。で、あと僕、うん、これすごいなと思ったのが、うん、このかかとの部分ですか、内側のかかと、ここですね、ここにちょっとしたデコッとしたものがついてるんですけど、うん、これここ踏んでいただければすぐこうやって脱げるっていうので、あ、はいはい、まあ手使わずに靴、レインブーツ脱げるよっていうワンタッチ、これ楽だね、これすごい楽です、こうやって、ね、うんうん、いただければいいっていうのですっごい楽だと思います、こういう脱ぎ方。テント入る時とかね。ああ、そうですね、ああいう時いいよね、いいですね、はい、これこういう作業を減らせるのすごいいいですよね、こういう作業がすっごい疲れてきた時とか。そうなのよ、本当にこれがちょっと億劫になったりとかするんで、手元にビール持ったりして、ね、手塞がってる時とかそうですね、ね、これねっていうのすっごいいいと思います、うん。あとは、なんだろうな、アウトソールもツルツルじゃないんで、うん、その、まあ、雨の日のグリップ力とか、うん、土噛むよっていうところで多少グリップをしてくれるんで、うん、まあ、レインブーツによってはこういう波状になってて、うん、ほんとツルツルのやつあるんですよね、シューズによって。ああいうのって雨の日履いた時でも白線とか道路の、うん、白線とかでも滑っちゃうんですけど、うんうん、これはちょっと多少のアウトソールの高さ出してるんで、くぼみ作ってるんで、うん、まあグリップしてくれるよっていうので、うんうん、多少のグリップ力もあるんで、まあちょっと足場悪いところとかも使いやすいと思います。はいはい、こんなところですかね、うん。じゃあ次は、まあ、車から降りてリュックで移動される方もいらっしゃいますし、テントサイトまで、リュックで持っていく方もいらっしゃると思うので、まあ、リュック背負った時の、まあ、ポンチョの感じだったりとか、着丈、気になる着丈だったりとかっていうのをご紹介します。ちょっとお待ちください。はい、まあ、これ43リッターのリュックなんですけど、ちょっと大きめのリュックですね。背負った感じはこれでしょ。ちょっと待ってますか。はい。リュックショートこんな感じになりますね。多少着丈がちょっと上がる。ちょっと上がる感じですね。そうだね。後ろとかは。なのでリュックも濡らすことなく、うん、使えるんで。そうだね。上からガバーっててかぶっていただければ、うん、すっごい。まあ、リュックの中の着替えとか、着替え濡らしたらもう元もないんで、まあそういう時に使っていただければと思います。なのでリュックの着丈はこんな感じですね。はい、はい。じゃあ最後に実はレインブーツメンズだけではなくてレディースもご用意がございます。はい、レディースに関しましてはロングとショート、うん、まあ、長いやつと短いやつがありまして、うん、まあ、メンズと違うのはこの後ろなんですけど、この紐がついておりまして、うん、まあ、この紐自分でもカスタマイズ、自分の好きな紐に、うん、変えていただいてっていうので、まあ、フェスだけではなくって、まあ、普段のレインブーツの使い方もそうですけど、ちょっと人と違う味を出せたりとか、うん、個性出せるようにっていうので、ここの紐を変えれるようになってます、はい。でこちら作りとしては、うん、メンズと変わらない作りになってて、このかかとの部分もさっきのようにワンタッチで抜けるようにっていうのもなってますし、アウトソールも同じような作りですね、の作りにもなっていますので、はい。カラーに関しましては、ダークブラウン、チャコールグレー、
レッド、オリーブ、1234、うん、4カラーですね。4カラー、4カラーレロングレ、ショートともにご用意があります、はい、なのでメンズだけではないので、ぜひ女性の方もご来店ください。赤とか特に可愛いですよね。ね、人気もありますし、うん、結構赤求められて来られた方も先ほどもいらっしゃいましたし、うん、非常に人気のお色にもなっているので、使いやすいね、差し色にもなって。そうですね、結構重い、全体的に重いカラーになった方とかは、うん、まあ、差し色でも赤とかでも可愛いですよね、うん、で黒系のダークブラウン、チャコールグレーも逆に上が明るかった時とかの、まあ、締まった色としても使えるので、うん、まあ、普段使いにもすごい使いやすいと思います、うん、ですね。それではご来店のほどお待ちしております。